はい、バリ島から有本慶です。本日ね、3月27日ですね、いよいよバリ島ほぼロックダウンというような状況になってきております。3月の25日ね、ちょうど一昨日なんですけど、これバリ島のニュピという、バリのお正月ですね。でこれは年に1回ある、お祭りなんですけれども、この日は、コロナとかそういうの関係なく、完全なるロックダウンが行われる日なんですね。外出禁止、灯火、電気とかつけちゃいけないですね。かなり極端なルールなんですけれども、飛行機も飛びませんし、当然車も走らない、電気もつかないといった日が25日です。で、今年は25日だったんですけど、で3月の翌26日、通常だと、ニュピ明け、ニュピの次の日で、みんながバーッと外に出る日なんですけれども、これがですね、バリ島州知事から、自宅待機、行動自粛要請というのが出まして、それが昨日なんですけどね。これはもう実質的なロックダウン、僕も外に出てはいけない、禁止ではないので出たんですけど、警察がところどころにいまして、何のためにどこに行くんだというようなことを聞かれると。で目的がない場合は速やかに帰りなさいということになりますね。昨日はほとんどお店も開いてなかったような状況でしたので、昨日1日ロックダウンで、今日ですね、明け27日、で今日も引き続き行動自粛をしてください。ただし、お買い物とかね、スーパーマーケットとかは空いてます。なので割とそこにね、人がわーっと殺到して、食料とかね、生活必需品を、ゲットするような、そんなような光景がところどころで見られました。で今ね、バリ島の状況はですね、コロナウイルスそんなに大量発生してるっていう数字では現れていないんですけど、実際のところはいろんな噂が飛び交ってますね。その噂っていうレベルですので、それが信憑性があるかどうかは分からないんですけど、肌感覚で言うとですね、発表されている人数よりはかなり多いんじゃないかなっていう感じがしてます。実際僕の周りでも、もう顔が見える範囲でコロナにかかったんじゃないかなっていうような人とか、あとはね、ちょっとこういうことがあったんですけど、コロナにかかったら、行くっていう病院が、指定病院がありまして、そこでコロナの、コロナ判定された外国人が、2週間の、陽性になると当然隔離されるんですけど、その隔離を拒んで、逃げ出してしまったと。で、そういったニュースが、こいつが逃げたぞみたいな写真入りでですね、いろんなこう WhatsApp とか LINE のグループとかでバーッと拡散される、そんなようなこともありますね。ちょっとね、実際今バリ島若干物々しい雰囲気にはなってきてます。このコロナがね、コロナウイルスいつ収束するか、2週間後にピークが来るんじゃないかとか、いろんな噂になってますけれども、これは本当分かりません。もしかしたら1年後にピークが来るかもしれませんしね、それはもう誰にも分かんないことだと思うんですけれども、ここはですね、今までと違った時間を過ごせるというふうに、もう僕は前向きに捉えてですね、この状況下でいかにこう自分を高められるかとか、今までできなかったこと、これずっとやりたいなと思ってたけど手がつかなかったこといっぱいありますんで、そういったことをやる時間にしたいなと思います。で一応ね、バリ島は3月30日まで行動自粛規制、自主的にこうなるべく外に出ないでくださいねっていう時間になってますんで、それが解けたら普通にサーフィンしようかなとは思ってます。海に入っててこう感染するようなことはほぼないと思いますんで、サーフィンはしたいと思ってます。ただし、なんていうのかな、酒場に行ってみんなで酒を飲むとか、今までとはちょっと行動パターンが変わってくるんじゃないかなっていう気はしてます。でもこれはもうね、僕はプラスに捉えて、
プラスにつながるようにしていきたいなっていうふうに思いますね。実際今お酒やめました。タバコもやめてます。まあそういう時間に使ってもいいかな。でちょっとあの体が調子よくなるっていう噂があるね、断食、1日とか2日ぐらいの断食にもちょっとトライしてみたいななんていうふうに思ってます。なので、まあ、僕の場合はね、あんまりこうネガティブに考えずに、これをまあある意味チャンスと捉えて、プラスにつなげれるようにしたらいいんじゃないかなというふうに思っております。というわけでまたね、新しい情報入りましたら、お伝えしていきたいと思います。では、さあ3月26日、バリ島ロックダウン、完全に出ちゃいけないってことじゃないみたいです。なのでちょっと出てみたいと思います。というわけでお送りするのはドン森木海と有本圭ののなんだよ。うわ、これやばくないですか。やば、やべえ、誰一人いない。これいいのかな、行ってちょっと歩いてみましょう。ちょっと歩いてみようか。注意されたら。あ、でもバイク今走ってたね、はい、なんかあの一応ロックダウン、自粛を、バリ州知事が、州民に対して、自粛、不要不急の外出を、控えるように要請した。どういうことやね。どういうことですよね。まあ、禁止ではないんだよな、はい、そう、禁止ではないんですね。ただあんまりこうなんていうのかな、お散歩とかランニングとかサーフィンとかお買い物、まあ、当然お店一軒もやってないんですけど、つか本当誰もいねえな、かい。怖い世界だね。あ、ポリスがいますね。ダメかな、こっから先。あれポリシーかい、ポリシーか。やめよう。ポリスに聞いてみる、出れますかって。どうぞ。なんで僕ない突撃隊じゃん、かい。カイ君の突撃隊。